この歌知ってる？傷つく誰かの心を守ることができたなら、あのロビンの曲だよ。もうすぐ調和セレモニーだから、無境の中でも時々彼女の曲が演奏されるの。ここは夢の中の空に一番近い場所で、街の喧騒から離れていて、ドリームメーカーの言い争いもない。誰にも邪魔されることなく、今の風景、人、そして夢を感じられる。なんて綺麗なんだろう。時間が永遠に黄金の時にとどまって、金色の夢になってる。パブの愚者やガーデンのメモキーパー、放浪する巡回レンジャー、カンパニーの使者、請求列車の七死人、それから私。ここでは理由に関係なく誰もが平等に眠りにつく。それぞれの目的はあるだろうけど。ごめんなさい。本当は私は密航者なの。やっぱり君は騙せないね。私の故郷はとっくの昔に滅びてるの。レギオンの仕業かもしれないし、スウォームのせいかもしれない。私はピノコニーの多くの現地人と同じ生還難民なんだ。調和はあらゆる人々を受け入れた。遠くから来た放浪者たちもね。でもファミリーは彼らを受け入れたけど、結局みんなここの人じゃないの。この輝かしい大都会の中で、ある人の夢はピノコニーと名付けられたけど、ある人の夢は現実と変わらない。ここに来る普通の人たちはみんな最初は同じ目的を抱いてるのに。私もそうなの。現実の私は叶わない望みを抱いてる。それはあまりにも強烈で、だから無境に訴えることにした。ロストエントロピー症候群、この言葉を聞いたことはある。奇妙な現象なの。この病気にかかった人は物理構造が不可逆的な慢性乖離に陥る。要するにゆっくりと消えていくってこと。そしてその消失は周りの人にはほとんど気づかれない。人並みに走ることもジャンプすることも他の人と会話することもできる。全部正常に見えるの。ただいつも人より少し遅いだけ。それがさらに遅くなっていって、いつか自分と世界全体の境界が曖昧になる。現実と夢が同じようにバラバラになるせいで区別がつかなくなる。だからどうしても拒めなかった。想像できる？この夢の中では私、冷たい医療カプセルの中にいなくてもいいんだよ。医者の言葉を忘れて、自分の体で好きなものを聞いて、見て、触って、考えて、感じられる。この世界は真実じゃないけど、この感覚は何よりも大切なの。今この瞬間のように。ごめんなさい、ちょっと事情があって。まだ全部は打ち明けられないの。でも君に正直に伝えたいこともある。時計屋の遺産は確かに私が追い求めてるものだけど、だからといってそれをめぐって私たちが対立する必要なんてない。少なくとも私はそんなこと望んでない。
君には教えてあげる。でもそれは今じゃない。焦土の夢を見た。一本の新芽が土を突き破り、朝日に向かって咲き誇る。そして私に囁くの。招待状の質問を覚えてる？生命体はなぜ眠るのか。見て、この夢の地では全てが許され、あらゆる可能性がある。振り返りたくない過去は泡のように消えて、向き合いたくない明日は永遠に訪れない。人々はなぜ眠ることを選んだのか。私はね、夢から覚めるのが怖いからだと思う。なんだか重苦しい雰囲気になっちゃったね。ごめんなさい、こんなはずじゃなかったんだけど。どうすれば空気を変えられるかな。そうだ、君は列車に友達がたくさんいるんだよね。こういう状況になった時っていつもどうしてるの？自撮り。それいいかも。っていうか、ここには何度も来てるのに、どうして写真を撮ることを思いつかなかったんだろう。でも一人で撮るのはちょっと慣れないな。一緒に撮らない？記念だと思って。笑わないでほしいんだけど、私カメラを向けられるのが怖いの。はい、君が持って。ちょっと待ってね、準備するから。よし、撮ろう。1、2、チーズ。